エルザレトゲームチャンネルへようこそ。皆さん、物を作るのって好きですか？僕は動画の編集とか大好きですが、やっぱりプレイするときが一番楽しいので、作る側にはなりたくないなと思ってます。今回はそんな作る側の苦悩を体験できるグッバイワールドをプレイしていきたいと思います。ナラティブアドベンチャーというあまり聞き覚えのないジャンルになりますが、まあ、ある二人のゲーム開発者の物語を追っていこうという話みたいですね。では早速プレイしていきたいと思います。チャプター1。世の中には本音を隠すバカがいる。心の内を明かすことでダサいとか頭がおかしいとか思われることが耐えられないのだ。そのくせ頭が悪いから、いつか誰かの目に留まるところにこっそりと本音を忍ばせたりする。それこそ本当にダサい人間のやることだと私は思う。グッバイワールド。もうなんか始まりから苦悩の塊みたいな。なんかそんな感じだったね。まあアドベンチャーゲームだからね。だいぶこう、会話というか、やりとりに重きを置くんだろうなというところだろうね。楽しみだな。2017年3月。話は4年前に遡る。まだ私とカニちゃんが専門学校に通っていた頃の話だ。うわ、壊れてる。しかも、ゲームボーイっぽい。は。移動左右とジャンプ。あ、上がジャンプなんだ。ブロック破壊に設置と。音が気持ちいいな。あー、こんな感じでねってことね。あー、ブロックス。やっていきますか。うわ、音が、ゲームボーイじゃん。上ジャンプってなかなか大変だな。頑張って。ありがとう。光るブロックは壊せるよ。おー、壊れた。壊したブロックは設置できるよ。あ、ようできてるの。敵がいるよ、気をつけて。あー、やっぱそうできるよね。やっぱそうだよね。進めなくなったりやり直してね。なんだこの、あんた、3、2、1、残りってことか。なるほど。ああ、ちゃちゃちゃ。なんだかんだ楽しいよ。ああ、なんかすごい懐かしい音みたいな感じする。扉の鍵開けたクリアだよ。ああ。あ。まあ、一種のパズルゲー的な感じだよね。あ、まあでも、こんな子、面白いな、普通に。さあ、一面クリア。早速ゲームをしてた話だね。あ、消えた。おい、亀井。話し合いをする気はあるのか？話し合い？
私はただ自分が納得できるゲームを作りたいだけです。この人と一緒じゃ無理ってもう分かってるんで、これ以上話し合っても意味ないですよね。そもそも今回の課題の目的はだな、チーム制作のスキルを身につけるためで、コンテストに向けて制作するけど賞を取ることは目的ではないですよね。分かってますって。それでも妥協した作品でコンテストに挑みたくはありません。そうは言ってもな。失礼します。課題の提出来たんですけど、今取り組み中だからそこで待っててくれ。ああ、わかりました。すまんな。専門学生みたいだね。とにかくチーム制作で衝突は必ず起こる。話し合って解決できないのか。わかりましたよ。このドット絵、ただイラストを縮小しただけですよね。見栄えを良くするために修正したようにも見えないし、ちゃんと要望通りに書いてもらえますか。プログラミングしかできない人に絵の何がわかるんですか。やっぱり無理です。早えな、諦め。どうしてもドット絵じゃないとダメなのか。ダメです。ちょっといいですか。はじめまして、イラスト学科の熊手です。学科が違うんで喋るの初めてですけど、ゲーム制作学科の亀井さんですよね。こんな感じだからもうあれなんかな、噂広まってんのかな。まあはい、ドット絵描ける人を探してるんですよね。それ私に任せてもらえませんか。お、それに先生、そこの人と私が交代すれば課題的にも問題ないですよね。お互い都合がいいなら問題ないが、私は構わないです。こんな自己中な人と一緒にやりたくないんで。言うね、この子も言うね。なんだろう、めっちゃ女のギスギスしてる感が出てる。私もドット絵のゲーム作りたいんですけど、時代遅れだって却下されちゃってて。めっちゃイーストワードとかいいゲームあったけどな。亀井、どうするんだ。ドット絵描けるんですか。自信はあります。あ、ちょうど提出しようとしていた課題にドット絵の作品はあったはず。亀井さんが判断してください。私にドット絵が描けるかどうか。こうして私たちは一緒にゲームを作るようになった。これがきっかけっていうことなんだね。お、チャプター2だ。2021年1月4日。専門学校を卒業した私たちは転職しない道を選んだ。あー、立ち上げたってことか。誰だけでゲームを作って生きていくと決めたからだ。しかし現実は厳しく、ゲームを作る時間よりもバイトの勤務時間ばかりが増えていった。速攻ゲームするっていうね。いや、このさ、スタートのやつさ、起動しない時のあれなんだよね。ロゴなんだよね。あ、ブロックス1-2。
お、お、海っていいよね。いいよね。海はいいよ。潮風が目に染みる。砂ブロックは壊しても設置できないよ。あ、これ砂なんだ。砂も下に落ちるぞ。あー、なるほど。こういうことね。これ壊したら何か出てくる？出てこないか。今ブロックは1個だけ。まあ、チュートリアル的なもんだろうね。あー、壊しすぎちゃった。操作慣れてきたら面白いな。まあまあ、ブロックはね、集めつつ。めっちゃ音気持ちいい。なるほどね。ドットゲームの何がいいかって、あれなんだよね。基本的に、音がいいんだよね。まあまあ、こういう風な音のゲームを作ればいいだけなんだろうけど、そういうことではないんだけどね。音が気持ちいいのよ。ほい。はい、ゴールこのキャラクターはなんていう名前なんだろうね。ほい。あ、店長。お疲れ様です。店番か。何やってんだ？何って。ゲームですけど。お前さ。ふざけてんじゃねえぞって。まあ、そうですよね。そうですよね。わかります、店長。はあ、はあ、そんな息、はあ、はあ、なるぐらい怒ってたんか。うん。面接の時から気にはなっていたが、ここまで常識のないやつとは。すいません。まあ、そうだね。仕事中にゲームはね。一体どういうつもりなんだ？お客さんいないときは自由にしていいって。なるほどね。だからゲームしててもいいのかなって。言い訳するな。ああ、それは、そうだな。それを言った店長も悪いね。気持ち悪いな。まったく。ゲームクリエイターだが、なんだか知らないが。一般的な常識ぐらい持ったらどうだ。お前みたいなやつをなんていうか教えてやろうか。社会不適合者って言うんだよ。落胤された。嬉しい。こういう時ってどうすればいいんだっけ。そうだ、猫だ。猫。これで大丈夫。落ち着け私。おい。ゲームが売れなくて金に困ってるからバイトなんかしてるんだろう。お前みたいな人間が何が作ったところで誰も相手にしないんだよ。この店長腹立つね。こっちの方が社会不適合者じゃね。聞いてんのか。なかなかの店長やね。だいぶ人間のクズ寄りなやつだね。もういいです。それはこっちのセリフだ。もう首でいいんで怒鳴られてください。まあ、それがそうだろうね。カニちゃんのバイトが続かないというのも、生活が困窮していた理由の一端だった。チョプター3、あら、サクサク進んでいくね。同日。
ゲームを完成させるたびに、カニちゃんは自信をなくしていった。単純にゲームの売れ行きがあまり良くなかったからだ。無理もない話だ。まあね、なかなかゲーム売るってあれだしね、インディーゲーに対して結構ね、意見厳しいところもあったりするからね。あ、洞窟は暗い。洞窟は、そうだねー。これどうしよう。こうだね。よし。まあでも、あの店長は、相手がどうであれ人間としてクズやったな。マジで。あれはクズすぎるやろ。あれは殴るレベルではあるな。周りをよく見てすんの。はいはい。殴るレベルよね、普通にね。取引先が、ああだったら、あ、もう結構ですって言うもんな。まあまあまあ、それを言うのも言えるメンタルかってやるとまたちょっと厳しいんだろうけどね。まあまあまあ、なかなか、辛い展開ですわ。おう。これをこう言って。こうかな？あら、鍵がない。どうだ、鍵はどこ？なんか、あれだな、途中、あったな。ここ入れそうなところがね。こうかな？ゴン落ちたー。で？まあでもあれだよね。メンタル的にちょっとやられてる感じはするよね。カメちゃんね。売れないし、やっても売れないし、とかいろんな苦悩あるんだろうな。まあデザインとかしてたけど、やっぱね、売れるデザインかどうかとかいろいろあったりするだろうからね。あ、でも、あれだよね、2021年で言うとさ、結構ドットというか、流行りには入ってきてそうな気はするけどね。あれ、カニちゃんなんでいるの？おかえり。ビリヤード台がある。今日バイトだったはずだよね。ああ。会わないからやめた。また？だから私には向いてないんだって。仕事とか人間関係とか。さ。もうあんまり余裕ないって分かって言ってる？分かってるよ。すぐに次探すって。そんなことより。あんたのシナリオ読んだよ。どうだった？魔王に誘拐されたお姫様を救うお話って。どうなの？昔ながらのゲームって感じでいいと思うけど、まあよくあるゲームだね。王道っちゃ王道だね。今時さ。
誰が魔王からお姫様を助けたいって思うわけ？じゃあどういうのならいいの？そりゃあもう思いもやらないタイミングで主要人物が死んだり、どんでん返しがあったり、メタフィクションだったり、そういうのじゃないと話題にならないって。話題にねえ。でも今のセリフさ、4年前の学校の先生に言われてたことだよね、自分がね。そもそもゲームをさ、物語の末物みたいに扱うのってどうなんだろう。最初に言ったのはカニちゃんだよ。次はストーリー重視のゲームにしようって。そうだけど、このまま作り続けたって、古臭いゲームにベタなストーリー、作る意味がないゲームが完成しそうだよね。もしかしてさ、また一から作り直そうとか考えてない？ああ、戻っていくタイプなのか。話題になるとか作る意味がないとかさ。昔はそんなこと気にしてゲーム作ってなかったよね。当たり前でしょ？今は仕事なんだから。仕事としてゲームを作り始めてから、カニちゃんは変わってしまった。そんだけゲームが違かったんだね。チャプター4。2017年4月。またこれ学生の時だね。私たちが出会ってから1ヶ月が経った頃。私はカニちゃんに対してある質問したことを覚えている。私が亀井のことをカニちゃんと呼び始めたのも、ちょうどその頃だった。またゲーム。あ、色変えれる。うわ、めっちゃ見づれ。めっちゃ見づらい。あー、まあやるか、このまま。カラーゲームボーイだったんだね。うわー、見づらい。溶岩注意。あー、でも溶岩っぽい色合いだな。慎重に。え？上がってきてるんか。慎重にと言いつつめっちゃ早いな。テンポよくだ。あー、なるほど。あ、積んだな。はい。あー、精神状態に合わせてか分かんないけどステージが難しくなってる。焦るなぁ。これがどこまで上がるの？2ブロックまでは来ないって感じか。はい。あのねー、ああ、強制的に終わっちゃった。カニちゃんが作る理由って何？何？その呼び方。あだ名で呼んだ方が仲良くなれそうでしょ？私のこともクマちゃんって呼んでくれていいよ。カニちゃんクマちゃんか。遠慮しとく。
そっか。お待たせしました。ホットコーヒーのお客様。はーい。もう一点が、ウィンナーコーヒーでお間違いはなかったですか？はい。ごゆっくりお過ごしください。それで？なんでゲーム作ってるの？なんでって、まあ。ああ、なんでゲーム作ってるのか。昼食のためかな。だからコンテストも妥協したくないんだ。そういうこと。くまちゃんかわいいね。まあでも、カニちゃんの方は、まだ本音は全然言わないって感じだね。何その顔。なんでもないけど。絶対なんかあるでしょ。まあちょっと。本当に就職のためならさ、もっと今っぽいゲームを作るはずだよなって思って。じゃあさ、あんたはなんで絵を描くわけ？私は、誰かを感動させたり、驚かせたり、興奮させたり、人の心をちょっとでも動かすことができたときに、すっごい生きてるなって感じるの。それで、私にもできる人の心をちょっとだけ動かす方法が、絵を描くことだって。あー、なるほどね。でも絵は結構あの感動の力強いよね。絵は強いなーって思う。でもそれが動くってなったらもっと感動できるからね。コーヒー冷めるよ。私、猫舌だから。言われたら猫っぽいな。私たちは少しずつ打ち解けていった。お互いのことを知っていくにつれて、ゲームの完成度も増していった。この頃はただただ楽しかった。チャプター5。私は楽観視していた。この苦境を乗り越えることが私たちの成長につながるはず。あ、クマちゃんから考えてるシーンってことか。あー、だから今はカニちゃんを支え続けようと。だけど間違っていた。私は長い、もう長い間ずっとカニちゃんがゲーム開発を楽しんでいる姿を見ていない。だから私は、あー、なんか告げるわけやね。はい。ということで、今回ここまでします。ちょっとね、セーブがオートセーブでガンガン進んでいくんでね。まあでもちょっとあれだね。人間関係すごく描かれてるけど、まあ趣味が仕事になった瞬間、ね、いろいろ変わってきたという感じかな。これゲームじゃなくても制作する側の人間だったらあり得るよね。売れなかったらっていうか、売れる売れないでも単純に世間から評価をされるからね。まあそういう意味ではかなり苦しい部分なんだろうなと思う。あとはまあ次回ね、クマちゃんがどういう判断を出すのか気になるところかな。
はい、ということでご視聴の方ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。ではでは、また次回です。バイバーイ。